ジョー・クラウンはアメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズを拠点に活動するキーボード奏者。晩年のクラレンス・ゲートマウス・オブ・ラウンのバンドへ10年以上の長きにわたって在籍していたことで知られる。ソロアーティストとしては彼はいくつかの演奏スタイルを使い分けている。ピアノを弾くと伝統的なニューオーリンズスタイルを中心としたサウンドを展開し、また自身のバンド、 ジョー・クラウン・オルガンコンボでは、全面的に、ハモンド B-3 オルガンを弾き、そのサウンドはよりジャズっぽく、ファンキーである。クラウンは、ニューヨーク州のウェストベリー、およびロングアイランドで幼少期を過ごし、幼い頃からピアノに慣れ親しんで育った。ニューヨーク州立大学バッファロー校在学中に、クラウンは、ハモンドオルガンを弾くようになり、まもなくプロのミュージシャンの活動をするために大学を、中退した。 1980年代に、クラウンは当時の妻と共に自らのバンドを結成し、ニューヨーク及びニューイングランド地方で活動するようになった。また彼は、チャックベリーのツアー用のバンドにも加入し、彼と東海岸のツアーを経験している。1980年代後半になると、クラウンは、マディ・ウォーターズとの活動でも知られるルーサー・ギダー・ジュニア、ジョンソンのバンドに参加した。 クラウンは在籍期間中、ジョンソンとツアーを共にし、また2枚のアルバムのレコーディングにも参加している。1992年、クラウンはゲートマウスのバンド、ゲーツエクスプレスに参加するため、ニューオーリンズに移住した。以後、彼はゲートマウスが2005年に亡くなるまでの13年ほどの期間、彼のバンドで活動を続けた。クラウンはこの間ゲートマウスと四枚のアルバムを レコーディングし、ゲートマウスと共に全米へ及び世界のツアーを経験した。1995年には、ゲートマウスがエリック・クラプトンの世界ツアーの前座に抜擢され、クラウンもバンドの一員としてクラプトンとツアーをしている。クラウンがソロアーティストとしてデビューを果たしたのは1998年のことだった。この年、彼は STR デジタルレコードよりアルバム ジャスト・ザ・ピアノ・ジャのト・ザ・ブルーズをリリースしている。このアルバムは伝統的なブルースやブギウギのスタイルによるピアノソロ作だった。1999年、クラウンはジョー・クラウン・オルガンコンボを結成し、同年このバンド名義でアルバムダウンダーティーをリリースした。この作品で彼は全曲でオルガンをプレイし、前作よりも幅広い音楽性を披露した。3曲で ゲートマウスが特別ゲストとして参加している。彼は続く2000年の作バックルアップでも4曲に参加している。オルガンコンボは間もなくニューオーリンズで定期的活動を行うようになり、ヨーロッパ、サンフランシスコ、オタワなどの都市でも公演を行うようになった。彼らは2002年2作目にあたるファンクヤードをリリースしている。オルガンコンボとは別に、 クラウンは2000年からギタリストのジョン・フォールとハーモニカ、アコーディオン奏者のジャンピン・ジョニー・サンソンと組み、トリオでの活動も開始した。このユニットではフォールとサンソンがボーカルを取り、クラウンはピアノを担当。ストレートで伝統的なブルースをプレイした。2004年、このユニットはアルバム、サンソネ、クラウンフォールを、サンソンのレーベル、ショートスタックレコードからリリースしている。 その他のプロジェクトとしては2003年から活動している、ジョー・クラウンズ・スウィング・バンド、オルガン・コンボのバンドメンバー、ブリント、アンダーソン、マイク・バラスと結成した、ジョー・クラウントリオなどがある。このトリオは2007年にアルバム、オールド・フレンズをリリースしている。2007年からは、ウォルター・ウルフマン・ワシントン、ラッセル・バティスト・ジュニアと結成したクラウン・ワシントン・バティストで、ニューオーリンズのクラブ、 メイプルリーフバーで定期的に活動をしている。また彼はファンクバンドニューオーリンズジュースのメンバーとしても活動し2005年のライブ版ヘイバディにも参加している。2008年にはクラウン・ワシントン・バティスト名義のライブ版ライブアットザメープルリーフをリリース。2010年には同ユニット2作目となるスタジオ版トリプルスレッドをリリースしている。 ありがとうございます。